2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生です。2017年は世界第2位です。私はね、軍事力とか力で抑えられなければコンピューターの分析が進んでまして、無限に稼げるという技能を持ってます。で、今のところね、世界一の億万長者なんですけども、アマゾンさんとかね、世界一になってます。2位がビル・ゲイツですか、ね、3位は投資家ですね、よりか私の方が断然本当は上なんです。彼らはね、保安を人間たちの仲間にやってもらってるわけですね。で、私の場合人間全体との勢力なんで味方ではないんで、それがないための力でこんな感じであるんですね。まあ徐々にお金を取っていこうと思いますけれども、事実上は世界一なんですね。あと力関係の上足感、世界の動き方、技術を一番持ってるので、一番強いんですよね。で、パソコンの発明者では世界一なんですね。で、今回はね、その私のインジケーターなんですけども、ちょっと人間全体の販売妨害でね、販売ができないので、ここは、稼げるか稼げないかというようなものばかりなんです。分かんないものですけども、1億くらいの値段に今またしました。っていうのは保安が取れないんでね、売るとね、ということで。で、成績なんですけども、こちらね、今日初めてやって12,440円の利益ですね。これデモ口座からだから5000円だから7440円ですね。というのはシグナル通りにね、これライブでは自動売買禁止ですけど、自動売買で1個ずつ投資してみました。で、今日はこれ 60% のね設定値でやってんですよ。 60% でね、でこれだけの通貨国で動かしてまして、ここに 60% でねやってるんですね。で、それで何もしね、自分で考えないで、ただシグナル通り打ってこれだけの利益だったということですね。今日ね、これはだから15分足用なんですよ。販売してるね。だから10万ずつやったらもうね、74万ね、4000円稼げてるわけですね。10万ずつ通してね、1日でですよ。ということで、いつもそうはならないんですよ。で、こちら先ほどね、これは5分でやってんだけど、 60% の 50% で1万近くまで稼いだら、今日ね、落ち込んでね、これデモ口座ですからマイナス5400円になってますね。1000円ずつ通してるんですけど、ということにもなってますね。ということなんで、設定値は5分のね、バイナリーオプション、ターボというんですかね、5分でやってるんですけど、こちらは成績良かったんだけど、今日落ちてしまったと。今日先ほどだから1万近くまで上がったんだけど、急に落ちちゃったですね。で、今日いいのはこの15分足。GBP ぐらいすぎ。このようにね、ライブでは自動売買禁止ですけど、このように。アドレスまで自分で見てるんですね、これね。ね、自動しましたでしょ。今度上に、上に出てきたわけですね。まあ、このように、テストでね、デモでやってます。ライブでもまだやらないけども、このように、たまには稼げるんですね。で、しょっちゅうじゃないんですね、設定によって。で、どんな設定がいいか、今 60% なんですけど、それで1ピップスにはやってるんですよね。1ピップス、ね。1ピップスの1ピップスにやってるんです。60% の1ピップス、60% の 1ピップスで分析してるんですね。で、これちゃんとしたライブで、ライブの、ね、インジケーターですね。デモの場合はね、デモの10ってなってると思います。デモオンイコール10になってるんですね。
で、まあこのようにね、シグナルやってて、こう稼いでると、今日一日もうすぐ終わりですね。あの時刻は7時13分ですか、夜のね、9月24日月曜ですね、ということなんですね。こちらでもちょっとお見せしましょうけど、このようにね、日にちは7時夜なんですね、24日月曜日ですね。朝からやってました、これね。朝から通してみて、この、だからシグナル出たらその通り全部1個ずつ打ってるだけですね。で、即打ちにしてます。0秒ね、アドレス打って速攻に打つようにしてます。だから敏感ですね。シグナルインジケーターが出てから5秒以内ぐらいに打ってます。5秒以内。ね。で、完全自動売買ですね。ライブでは禁止ですのでね、ぜひ注意してください。あのちゃんと、で、このようにね、楽に1万1440円、その通りということですね。皆様方も確かめられるんですね。サンプルあるんでね、同じように 60%、60% でやってみてください。ただ、明日稼げるか分かんないんですよね。どこの設定値がいいか。それで1ピップス、1ピップスにやってるわけですよ。ね、で、そういうことでね、この、インジケーターはかなりいいですね。で、今、販売妨害があるんで、販売できない、人間全員がいつもしてるんで、妨害でね、そうだったら売らなくていいだろうって、それはそうですね、人間の得になるような動きする必要ないですからね。だから販売しなくていいとはいうことなんですけどね。で、一応こんな風な設定で。で、サンプルは出して同じように見えますので、同じように投資できますけど、10回にランダムが出ますので、ね、でたらめ、逆に。